このスイニクリョウヨウキのね、ファイオカも今日はね、初めて飛んでくれてますよね。そうですよね、こういうイベントでっていうのは初めてになりますけど、本当に喜んでやってると思いますね。本当にこういうのを来ていただきたいなと思います。そうですね、本当にたまたますごい我々のベースが近くで、尾道でやってる、高山でやってまして、距離も近く、この笠岡の方にも来ていただける、距離でやってますので、これで魅力感じていただいて、来ていただけたらと思います。
幸いですね。村西っていうとね、あのラーメンも美味しい、それから坂が多くて映画の舞台にもなるので、ね、結構あのローカルなんかでもいろんな面白みがある場所ですよね。全国からもね、いろいろ来られますしね。境ヶ浜の周りとか、私もね、子供と一緒に何回も行きました。今はやっぱり瀬戸内海も穏やかな海ですので、あの水曜日を運用するにはあのすごく適しているなと思いますよね。また日本が何したくなるか、毎朝は毎朝。ちなみにあの台風局なんかはどこに行くの？陸上の空港の建物持っているところにお願いしたいですね。はい、妻の辺とかあの天満屋の近くです。さあまた侵入して、来てくれましたコディアです。もう一回ローパスの方です。はい、タウンドンクエンジンの独特の静かなサウンドを見かけたわ。はい、皆さん大きく手を振ってください。はい、お願いします。またかなりサービスしてくれてますね。してくれますね。まだ雨残ったもん。さっきよりゆっくりですか？そうですね、割とゆっくりな感じに見えますね。翼を振ってくれたみたいですね。そうですね、はいはい、ありがとうございました。はい、大きなお手振りをなんかどっしりとした安定感がありますね、こう近くで見るとね。まあ、遊覧飛行に関してはやっぱり安定したフライトで、あのやらせていただきますので。いやー美しい。